皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の、教室改善心のヒント集は、本日もこちらの方のシャネルの言葉から引っ張りたいと思います。真似される女というお話をしたいと思います。シャネルの言葉にですね、私は自分の髪の毛を切っただけ、そうしたらみんなが真似をして髪を切った、それだけのことっていうふうにね、言ってます。独自の個性があったファッションリーダーだったので、シャネルが何かストールをつけた、ネックレスを重ね付けした、シャレた財布を持ってるっていうと、皆さんがこうどんどん真似をしていく、したい女っていうことだったようですね。でただこの時に2通りに分かれて、その真似されるから嫌っていう人と、真似されることは魅力ある証拠っていうふうに唱える場合とあるんですけど、もちろんシャネルは後者だったとに違いないっていうことで、本の方にも書かれていたんですけれども、教室などをやっていると、真似されることとかあると思うんですよね。特に、例えばとんがったコンセプト、ものすごく一生懸命考えて開発したのにとかっていうことで、私にご相談される方とかもいらっしゃるんですけれども、私自身もそうなんですけれども、最初はですよ、すごく嫌な気分になりました。真似されちゃった、あんなに一生懸命やったのにとかね、最初思ったんですよ。だけれども、私は私の当時のコンサルタントに、その真似されるっていうだけ魅力があったっていうことだから、それはその第一に因者としてね、認められたっていうことだからっていうふうに言われた時に、あ、そっか、魅力があるから真似されたのかっていうふうにね、思ったりしました。そしてもう一つ考えたのが、例えば教室のそのカリキュラムそのものを、ホームページに書かれている内容で仮に真似をしたとしても、私が開催する教室と同じものにはならないというふうに言い切れる自分がいたので、一瞬でそれはストーンと気持ちの方はね、トーンダウンしてふーって落ち着きましたね。なぜならば、教室の魅力っていうのはカリキュラムはもちろんあります。変わったカリキュラムだったら、それっていうのはそれだけでももちろん独自の魅力は持ってるんですが、おそらくその先生の個性とかパーソナリティが加わって初めてそれは生きたものになるっていうふうに思っているので、私が私の教室でそのカリキュラムを教えない限りは、その魅力と価値にはならないというふうに思っていました。だからどんどん真似してくださいって言ってたわけじゃないですけれども、真似をもしもした場合においても、私と同じ教室にはならない。なぜならばバックグラウンドが違います。私はパンがメインのバックグラウンドの人間ではなく、ビジネスの方の畑から来た人間なので、その感性と感覚からしてパンのことを語るっていうのは多分他の誰にもできないことだったと思うんですよね。酵母メーカーの方と回って社長さんと話をしたりとかっていう知識を持ってして、そのレシピを作ってる話とか、そういう誰にもない、技能というかバックグラウンドっていうのは、やはりその教室の個性になっていく部分になりますのでね、その表面上を真似されるのは全然、そういう意味ではもうウェブ上に出した時には仕方がないというか、それによって自分の教室の価値が上がるんならそれでいいなと思ったし、真似した側の方がですね、ものすごくいいものを仮に作ったとするじゃないですか。そしたら私はそれを知った場合ですね、というかですね、忙しすぎて他人のサイト見てる暇なかったんですよ、基本的には。ただ私のファンの生徒さんがね、なんか先生とレシピと同じような講座を組んでる先生がいますとか、わざわざブログで教えてくれる人とかいてたんですけど、めんどくさいんで自分ではほとんど他人のそういったものは見てたりとかしてなかったんですね。結果として真似されたりとかっていうのはね、ありましたけれども、同じものにはならないっていうふうに思っていたので、全然スルーで放置してました。だから真似されるっていうことは認められたっていうふうに思えばいいんじゃないのかなと思っていて、それだけ魅力があるっていうことです。それでね、話がそれちゃった。その教室が私よりもしも魅力があるものを作ったのであれば、
さらにいいアイデアを付け加えてもっと変化させて私が作ることができるんだったらさらに上を作ればいいし、あ、そこまで変えてそういう風になったんだったらそれはその人のものだなと思って私はそこはもう追いかけるのをやめて新しいものをゼロからまた作るっていうことをおそらくしたと思います。私が得意なのはゼロから1を作ること、まあ、フロンティアなので開拓者になりますのでそういったものをどんどん作っていくのが得意なんですよね。だから時代の流れを見ながら陳腐化しないように手を入れ続けるということを考えるとリニューアル的な動きはどのみち必要になるので、それをするためにも、まあ、仮に真似をされて広がっちゃったら私は違うことをすればいいっていうふうにまた思ったりしますね。でスタンダードにそれがなっていけばいい。なぜならばそれが広がることによって求めている人が多かったという結論になるわけなので、結果として私自身が教えることができなかったとしてもそれを求めるたくさんの人を幸せにすることができたきっかけを作ることができたんだったらそれはそれで悪くないなと思ってるんですね。だからコンサルのメニューとかも私今持っていて似たような形でやられてる方とかもいますけれども、結局コンサルのメニューっていうのはその、まあ、私は私の、そのクライアントと対面したその中身が重要なのであって表面上のカリキュラムが一緒でも中身が全然違うものになる可能性が高いのでここはもう真似されようがされないが別にどうってことないっていう感覚ですね。私には私のバックグラウンドがあります。コンサルタントだけれども写真も撮れるしウェブデザインできるっていうね、あと営業もできますのでネットとアナログが両方できるという、まあ、これは結構大きな強みかなっていうふうに思っているので、まあ、そんな観点からですね、真似されるっていうことを特に私は、どうしてとかいうふうには思わないので、教室の先生もですね一瞬嫌な気持ちになるかもしれないけれども一流になったんだなっていうふうに思ってそこは鼻歌を吹きながらカッポしてっていただけるといいかなっていうふうに思いますのでご参考に。それでは。